できる40代はこれをやっている。 こんにちはお金の増やし方改善を書いたアッキーですそれでは今回はできる40代はこれしかやらない1万人の体験談から見えてきた正しい頑張り方について解説していきます40代は多忙な時期ですそしてやりたいことがやりたいようにできるゴールデンエイジです20代30代の頃は仕事を思い通りに進められないです40代では地位や立場そして知識を得てできるようになりますそれにも関わる 50代、60代に話を聞くと40代でやりたいことができなかったと後悔している人が極めて多いです最も多いのが目先の仕事を必死にこなすうちに40代が終わって何も成し遂げられなかったという後悔です。 40代は忙しいですただひたすら目の前の仕事をこなし一生懸命働けば働くほど40代は後悔します頑張り方や時間の使い方を間違えないでください仕事や人生には正しい頑張り方や時間の使い方がありますセオリーや勘どころを外すといくら頑張っても成果が出なくなります頑張るべきはここというポイントを押さえてこれしかやらないことが後悔しない40代 代を送るために大切なことですこの本の著者の大塚さんは1万人ものビジネスパーソンから成功の秘訣や失敗談後悔しないためのアドバイスを聞いてまとめました40代は人生の逆転が可能な時期ですこの動画では40代のこれしかやらないポイントのうち僕が厳選した7個を解説していきますこの動画を見てやる気が出た勉強になった人はいいねやコメントをください 1>, 1個目、会社からの評価よりも自分自身の評価を気にする。 会社に正当に評価されないことはビジネスパーソンの大きな悩みですしかし40代になって会社や上司の期待に応えるばかりでは自分が損をしてしまいます仕事の評価っていうのは数値で測れないです担当エリアが大企業の多い都心部か人口の少ない地方下で営業効率に差がつきます評価をする側の人事担当者や管理職がどうやったら正当な評価ができるのか悩んでいる現実 を知ってください会社があなたを正当に評価してくれることはないと思ってください。40代になったら会社にどう評価されるかではなくて自分はどう評価されたいのかを考えてください。 自分がどの分野に強い人だと評価してもらいたいのか、ブランディングをしてください。そしてハロー効果を目指してください。何か優れた点が一つでもあると、それに影響されて、他の項目まで高評価になります。ハロー効果は強力です。特徴がない人ほど特徴がある人のハロー効果の犠牲になります。そのため、あなたも何かに強くなって、ハロー効果を引き起こしてください。 何も考えずに会社や上司が求めている成果を出し続けないでください。 得意な仕事ではなくて余計な仕事ばかりをこなさないでください。得意でないものをこなしても便利屋としての評価が上がるだけです。便利屋にならないでください。それを防ぐためにまずはこの人がこれが得意というイメージ作りから始めてください。比較的これが強いというレベルで構わないです。結果が出たら成果をきちんとアナウンスしてください。すると次第に得意な仕事が舞い込むようになります。実績を上げれば社内の エキスパートとしての地位を確立できます転職においても自分の強みとしてアピールできます会社に評価される仕事ではなく自分の評価が上がる仕事をしてください2個目自分をレアカード化する 誰しも得意な分野や強みを持っています。40代で必ずやるべきことの一つが自分が勝てる土俵を作ることです。この土俵では自分は会社ナンバーワンだという分野を自分で作ってそれしかやらないことが最速で成果を上げるポイントです。これはコンサルタントの世界の発想と同じです。組織で働くときも自分の土俵を持っている人は圧倒的に強いです。 ポイントはどこを自分の土俵にするかです。強みが他の人も持っているものだと埋もれてしまいます。マーケティングで言うところのレッドオーシャンではなくて誰もいないライバルがいないブルーオーシャンを目指してください。自分の会社の中で誰もやっていないことは何か、独自性が出せる分野は何か、真剣に探してみてください。 おすすめなのは単独では自分の強みというレベルではない分野を2つ3つ掛け合わせることですそうすることで誰も真似できない強みになります意外な組み合わせが強みになることもあります例えば顧客と交渉ができる技術者や気さくな経理マン税理士の資格を持つ営業マンなどですブルーオーシャンは掛け合わせで探してくださいそれはいわば自分自身のレアカード化です 勝てる土俵が思いつかないときは信頼のおける上司や先輩同僚や知人などに聞いてみてください自分の強みっていうのは意外と自分では見えないです客観的なアドバイスで自分の土俵が明確になることもありますどうやったら自分をレアキャラにできるのか一度真剣に考えてみてください3個目40代は自分商店の経営者になれ 会社に尽くせば一生面倒を見てもらえる。そんな時代はすでに終わっています。どんなにあなたが会社を愛しても、会社があなたを愛してくれるとは限らないのが今の日本です。50歳近くになると、役職定年、出向で年収が下げられます。そして定年後、再雇用になると、給与っていうのは新人並みに下げられます。多くの企業では、 50代になった社員はセカンドライフ研修で定年後の人生設計を考えますその際に今後の給与や退職金や年金の額を知るとがっかりしてやる気がなくなってしまいます会社にしかアイデンティティがなければ会社に裏切られたと感じます会社しかない人生っていうのは本当に寂しいです こうした事態に陥らないために40代のうちに一刻も早く会社人間から脱却してください。会社にしかアイデンティティがない人間にならないでください。そのために 会社の肩書き以外に自分焦点の経営者だという意識を強く持ってください。これは起業をするという意味ではなくて自分のことを一つの焦点でありその経営者だと思ってください。すると会社の肩書きは自分の稼ぎ口の一つです。一つの稼ぎ口に全てをかけるのは経営ではご法度です。どのように稼ぎ口を増やすのか考えてください。 企業や企業や投資など様々な選択肢があります。これはドラッカーが言うパラレルキャリアと同義です。ドラッカーはビジネスパーソンが 本業以外の仕事を持ってパラレルキャリアを実現することが不可欠だと言っています会社の名刺以外に2枚目の名刺を持ってください本業以外の活躍の場を持ってください2番目の名刺を持つ人は会社から裏切られても落ち込まないですそして本業以外の広い視点っていうのは必ず本業にも生かせます会社のためにメッシー方向する世代と 自分を優先する世代の狭間に位置するのが40代です40代は会社との距離の取り方をついつい迷いがちです 会社との関係性を一度見直してください。4個目、上を目指すか。出世を捨てるのか決断する。課長になんてなりたくない。管理職をやるのが面倒。今の時代、出世したくない人が増えています。特にエンジニアや IT 技術者の間でこの傾向は顕著です。一方で、出世しなければ大きな仕事ができないのも事実です。 どちらを選ぶかはあなたのの価値観の問題です40代になったらなるべく早めに出世を目指すのか目指さないのか自分の中で決断する必要があります最悪なのはどちらも選ばないままズルズルと仕事を続けることです出世を目指すならリーダーシップやマネジメント能力物事を俯瞰する能力が不可欠です一方出世を目指さないのであれば一刻も早くある分野のプロを目指すべきです曖昧なまま 貴重な10年を浪費してしまうと50代になって立場も低ければ何の専門性もないお荷物社員になってしまいますあなたが出世を目指すなら自分がどこまで目指すのか明確にしてくださいその立場になるにはどういった能力が必要かを考えながら仕事をしてください大手企業で トップままで上り詰めめたた人人にに話を聞くと多くととと多の人が若いいい頃から社長になると決めていたと言います40代という年齢は出世レースの最終局面です。出世を選ばないのであれば、どの分野でプロを目指すのか明確にしてください。そうすれば、社内で地位が確保でき、転職の際も有利になります。もし出世を目指さないならば、早めに上司や人事にその旨を伝えてください。それでも上司や人事が管理職を やってほしいと言ってきたらそれに乗ってみるのも低です出世を目指すも目指さないも自由ですただし後悔しないように出世を目指すのか目指さないのか真剣に向き合ってください5個目上司に好かれるよりも部下に認められることを目指す40代になったら 上司の顔色をうかがう意識を切り替えてください30代までは社内での人間関係は上司や先輩が中心ですしかし40代になれば先輩と後輩の数はほとんど半分です40代になったら上よりも下に好かれることを目指してくださいあなたの仕事の業績を引き上げるのは上司ではなくて部下や後輩ですいくら上司の覚えがめでたくても実績の上がらない人を引き上げるわけ にはいかないですそして社長だろうと役員だろうとあと10年もすればいなくなります。 部下や後輩との付き合いは会社を辞めるまであるいは辞めた後も続きます部下に媚びを売る必要はないです部下や後輩に関心を持つようにしましょう愛の反対は無関心ですこれは組織においても真理です部下や後輩に無関心だと悟られれば相手の仕事に対するやる気は失われますまずは部下や後輩の人となりを知ることから始めてください日常的なコミュニケーションの中で人となりを 把握してください部下の名前を漢字でスラスラと書けるようになってください部下や後輩のフルネームを漢字で書けなかったら関心が足りない証拠です自分に対して関心を持っているか人は敏感に感じ取りますそれがあなたへの信頼や行為につながります 上司より部下を優先することは定年後を考えてもメリットですビジネス人生の後半戦は部下との関係で決まります若い人との人間関係を広げてあなたの人生を広げてください6個目家庭内のほんの小さな変化を見逃さない40代の離婚率は30代の次に高いです離婚するしないは個人の自由です もったいないのはほんのちょっとしたことがちりのように積もって離婚に至るケースです。 自分は大丈夫と思っていても危機が進行しているケースもあります。離婚は結婚よりも難しいです。離婚という負のエネルギーで人生にとって重要な40代を台無しにしないでください。離婚の理由の第一位は性格の不一致です。これはコミュニケーション不足によって小さな不満やズレが積もり積もって起こります。人間同士何も話さないで伝わることはないです。コツは変化を見つけることです。いつもと違う 変化を見つけててそれををネタにに配偶者に話しかけけください変化を見つけること以外にもコミュニケーションのコツが3つあります1つ目相手が喜ぶ話題を作る相手が喜ぶ話題を振ることはご機嫌取りとは違います相手が好きなもの関心があるものなどの話題を投げかけてください2つ目素朴な疑問を投げかける時事ネタでも一般ネタでも知人ネタでも何でも OK です 3つ目共通の話題を振るこれも無数にあるはずです。 ただし最も効果が高いのは変化を見つけることです変化を見つけるために相手に関心を持ってください相手に関心を持つことは何よりのコミュニケーションです7個目1日1回だけ必ず子供と食事をとる40代は子育てにとって大事な時期ですしかし忙しい中で子供との時間を取れずに悩む人は多いです特に共働きの家庭にとって子育てに必要な時間をどうやって確保 すするかは大きな悩みです一番お金のかかる40代の家庭は子どもが思春期を迎え受験があり親離れ子離れがある家庭です。 どう時間を作って子どもと向き合うかでその後の親子関係が決まります子育てをうまくやり遂げた人たちに共通するのは1日1回必ず食事を共にすることです夕食の時間を一緒に過ごすことができないなら朝食だけは子どもと一緒にとってください 短い時間でも子供と向き合ってください。短くても毎日顔を合わせていれば子供の変化や思いに気づきます。週末に多くの時間を作って濃厚なコミュニケーションをとるよりも毎日少しずつコミュニケーションをとってください。 これは夫婦関係にも言えることですこれを実現するためには今より少し早く帰宅をする早起きをするなど努力が必要になりますこの時間は絶対に家にいなくてはならないと考えてください そうすることで他の時間の密度が高まって無理なく実現できます。時間がないからこそ時間を有効に使います。毎日ほんの10分20分でも時間を取れるかどうかが家族の一生を決めます。40代の子育ては時間よりも回数を優先してください。解説は以上です。 40代を後悔している人は非常に多いです。だからこそ後悔しないためのアドバイスがあります。今日伝えたアドバイスを実践することで 充実した40代が過ごせます40代は人生の逆転が可能な時期ですこの動画を見て一つでもピンときたものがあれば早速やってみてくださいこの動画を見て納得した人生の視線を見つけた人はいいねやコメント欄で教えてください本日もご覧いただきありがとうございます是非次の動画でお会いしましょう